いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのは、森永製菓より5月15日に発売された、ベイクミントさあ、こちらはですね、ベイクならではの、ふわっとろっける食感と、スーッと鼻に抜けるミントの香りが楽しめる、ベイクミント、ふわっととろける爽快ミントをご紹介します。こちら、ミントレベル3ミントのための、ミント付きのための商品となっております。さあこちらね、ミント付きに、送る初夏にぴったりな爽快ミントチョコレート、ベイクならではのふわっととろける食感に乗ってミントがスーッと口の中でいっぱいに広がりますというね、カリッと香ばしい、焼き上げ層とふわっととろけるミントチョコが入っております。これなんかもう嫌な予感しかいたしません。はい、こうなっております。さあ一粒20カロリーとなっております。さあでは開けてみたいと思います。嫌な予感しかしないな、これ。ベイクス、これがね、こういう風に入っております。こういう風に入っております。さあ嫌な食感しかしませんが、いただきます。こうなっております。いただきます。確かに、てかふわっとくる感じ。確かにそう。ミントの感じはあるけど、これはこれで美味しい。ミントです。ね、この鼻にとろける。鼻にスーッと抜ける感じがまた感じがいいですね。こちらミントアイスをイメージしたチョコレート、ベイクならではのふわっとろける食感とスーッと鼻に抜けるミントの香りが楽しめるという商品います、これね、このミントの香りがいいですね。これね、一気にレベル3だから結構強いのかなと思ったらね、そう考えるとね、あれですよ、なんかね、これが今レベル3ですね。でこれがレベル1 そしてこれがレベル2ということで、三者三様のね、ものをね、紹介していったんですけど、私的には、ミント付きとしては、ベイクが好きです。で、ミント付きはやっぱりベイク。で、小枝は、本当に初心者向け。ですね。ただ私はですね、個人的にこのダーズこれあんまりこの3つの中では好みじゃないな、この粒々がね、全く嫌味を感じる嫌味を感じてしょうがないんだよな。嫌味を感じてしょうがないんだよ、これ。なのでせっかくなんでね、今回このね、3つをね、食べてみたらどうなのかっていうのをちょっとやってみましょうか。たまにね贅沢ですよ、小枝2本にダーツ1個にベイク一緒に食べたらどうなんでしょうか。やってみましょう。はい、食べてみます。
皆さん多分ね小枝とダーツとベイクを一緒に食べたら一番うまい。どんな食い方をしてんだろうな俺の。これ多分ね、あれだよ、小枝2個にダーツ1個にベイクのミント1個合わせて食ってた方が超美味しいですよこれ。これ思った思ったこれ、これを3つ一緒に食べたらうまいです。これ3つ一緒に食べた方が4くらいだけでもいいくらいうまいわ。どんな動画だこれ。ぜひね、森永製菓良い小枝ダーツベイクのこのチョコミント3種類、これ一緒に食べると、一緒に全部一緒に食べるとうまいんで、ぜひね食べて、一緒に食べてね、見てはいかがでしょうか。じゃあね。